2024年7月25日、陸上自衛隊の森下泰臣陸上幕僚長は、小笠原諸島の離島である南鳥島へ、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画が進行中との発表をキャッチしました。今回は、防衛省が、南鳥島に地対艦ミサイル射撃場を設置するという、注目すべき動きについて深掘りします。アメリカやオーストラリアなどの海外でしか行えなかった、これらミサイルの国内での射撃訓練が可能に。これはやばいね。2024年7月25日、陸上自衛隊の指揮官である森下幕僚長は、この日開催された記者会見の席上において、行政区分上では、東京都の小笠原村に属する、小笠原諸島の離島である南鳥島に、新たな射撃場を整備することを報告した。小笠原諸島の離島である南鳥島は、日本本土の本州からは、およそ 1800km ほど離れた場所に位置し、地理的には、日本の最東端にあたり、現在は、民間人の居住者がない上、基本入れ島すること自体が禁止されている。そのため、現時点で、南鳥島には、海上自衛隊の基地が置かれ、同隊員が配置されているほか、国土交通省の関東地方整備局、及び気象庁の職員が少数常駐を行っており、国の機関が目的に応じた職務を遂行している状態である。南鳥島は、一つの型がおよそ 2km ほどで構成された三角形型をしており、総面積は 1.51 平方キロメートル、標高は、最大でも9メートルしかない平坦な地形の島で、島には医療設備、体制もなく、かなか過酷な環境と言えるだろう。南鳥島へのアクセスは、全長1372メートルほどの滑走路が1本あり、ここに離発着させる航空機と、南部にある波止場に船舶が出入りできるのみで、前述した海上自衛隊や国土交通省の人員の交代等も、基本的には航空機を介して行われている。そこで、海上自衛隊や国土交通省の人員の交代時には、航空自衛隊の C-130H 輸送機が、これらの常駐者の島での生活に必要な物資の運搬には、海上自衛隊の C-130 ラウンド輸送機が用いられており、先に挙げた1372メートルほどの滑走路が生命線となっている。今回、陸上自衛隊の森下幕僚長が報告した内容によれば、南鳥島には、現在、陸上自衛隊が配備を行っている人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画となっており、同兵器の有効射程は 200km 弱と推定されてきた。しかし、日本国内に存在している従来の射撃場は、最大でも 40km ほどの規模のものであったため、現行の人に、意識地対艦誘導弾の射撃訓練は、アメリカやオーストラリアといった海外の演習場に出向いて行ってきた経緯がある。人に、意識地対艦誘導弾は、その名称が示す通り、2012年から陸上自衛隊での調達が開始された兵器であるが、本体である誘導弾の発射筒を送輪式車両の後部に搭載、他のレーダーや射撃管制に必要な機材等もトラックの荷台に搭載する形式の地対艦ミサイルシステムだ。現在、陸上自衛隊における人に意識地対艦誘導弾は、その運用の教育を目的とした富士共同弾以外は、西部方面隊の第2特科弾の第5地対艦ミサイル連隊、熊本の健軍駐屯地、第7地対艦ミサイル連隊、沖縄本島の勝連分田室地に配備されている。第7地対艦ミサイル連隊は、他にも、第1地対艦ミサイル中隊、鹿児島県の奄美大島の瀬戸内分田室地、第2地対艦ミサイル中隊、沖縄県の宮古島駐屯地、第3地対艦ミサイル中隊、沖縄県の石垣駐屯地等で、南西諸島の島々に分散配備が進められている。こうした人に、意識地対艦誘導弾の配備が、現在、南西諸島方面に対して集中的に行われている理由は、言うまでもなく、中国の軍事力の増大に伴い、その海軍力の圧力の増大に対処するためのもので、残念ながら、その必要性は年々高まり続けている。それは、内容はともかく、艦艇数で言えば、中国海軍は、アメリカ海軍をすでに凌駕する数の総数で、
400隻以上の戦力を保有するに至っており、今なおその増加の速度を鈍化させることなく、東シナ海、南シナ海は言うに及ばず西太平洋方面にまで進出する勢いである。こうした中国海軍の艦艇数の著しい増強に対処すべく、日本は南西諸島方面へとそれらが接近することを阻む目的で、人に意識地対艦誘導弾の配備を進めてきたが、その運用とネリ度の確保が担保されているかといえば、甚だ心もとないと言わざるを得ない。というもの、人に意識地対艦誘導弾の射撃訓練は、前述したように、これまでは日本国内でそれを行い得る射撃場が存在していなかったため、アメリカやオーストラリアに出向いて実施していたものの、その総数は、わずかに、これまでの合計で6回ほどだったことを陸上自衛隊は認めている。この人に、意識地対艦誘導弾の射撃訓練回数の少なさは、もちろん、アメリカやオーストラリアといった受け入れ国側の都合にも左右されるとは思うが、その最大の理由は、陸上自衛隊員及び必要となる装備一式の輸送には、膨大なコストと時間が必要になるゆえであろう。そのため、今回、防衛省が、小笠原諸島の南鳥島に、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を打ち出した背景には、コストを抑えつつ、これらを運用する陸上自衛隊の当該部隊の練り度の向上を図り、中国による南西諸島方面への圧力に対抗する意図が感じられる。行政区分上で、南鳥島を管轄している東京都の小笠原村に対して、防衛省側は、すでに、昨年2023年8月には、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を説明したとされており、今年2024年に再選を果たした小池東京都知事も、こうした防衛関係の事案は、国の戦艦事項であるとして、容認の意向を表明している。加えて、小池東京都知事は、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備する計画について、国が当事者である小笠原村の理解を得るべく配慮してほしいとのコメントを発しているが、沖縄県知事などと異なり、この点においては常識的な対応を行っていると言えるのではないだろうか。また、当事者である小笠原村からは、人に意識地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備する計画について、日本が置かれた悪化する一途の現状の安全保障環境において、その必要性を認めつつ、射撃訓練時に誘導弾が放たれる方向等には検討を願うと表明している。こうした南鳥島の行政上の管轄者たる東京都、そして小笠原村ともに細かな部分での配慮を国、防衛省サイドに求める意向はあるものの、総じて今の日本の安全保障環境を考慮した場合、その計画を受け入れてくれていることは、同じ国民として感謝の意しか浮かばない。防衛省側の想定によれば、計画通りに、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備した場合、同じ小笠原諸島に属し、南鳥島からは、およそ 1200km ほど離れた位置にある、有人島の父島、母島方面の西方海上に向けて、射撃訓練を実施すると説明されている。前述したように、現行の人に、意識地対艦誘導の射程距離は、最大でもおよそ 200km 弱と推定されているため、父島、母島までは、十分に安全な距離が保たれている状態であるが、現在後開発中の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、留意が必要となる。現在開発中の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、まず第一段階として、その射程距離を少なくとも 900km ほどまで延伸させることが予期されており、最終的な第二段階ではこれが同 1500km ほどにまで達する可能性がある。こうした人に意識地対艦誘導弾の能力向上型における大幅な射程距離の延伸を鑑みて、南鳥島を管轄する小笠原村では射撃訓練時に誘導弾が放たれる方向に検討をお願いしたいと国、防衛省側に対する意向を打ち出している状態だと言えよう。小笠原村からのこうした要望について、少なくとも
今の時点では、防衛省側は、正式な回答を行ったという報告は確認できていないが、今後、何らかの形で、射撃訓練時の安全性の担保について、追加で説明するコメントが発せられるのかもしれない。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、従来の陸上配備型、自発型に加えて、艦艇から運用する型、艦発型、航空機から運用する型、空発型へと発射母体を複層化し、標的も対艦攻撃のみでなく、対地攻撃も視野に入れた展開が予想されている。加えて、防衛省側では、こうした人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型に止まらず、当初防衛用の高速滑空弾等の実用化も進めており、今後、南鳥島に射撃場が完成した際には、それらの新型兵器の射撃訓練も行われることとなるのだろう。2024年7月22日、イギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーにおいて、GCAP 新型戦闘機の大型模型を展示、なんと F3 戦闘機の翼に異変が起きているとの情報をキャッチしました。今回は、そんな F3 戦闘機翼に異変を詳しく見ていきますね。主翼は、従来のラムダウィングから、デルタウィングへと、変化では、なぜ変化したのか、詳しく考察していきます。まだ見慣れないけど、見慣れると格好よく見えてくるのかな。 YF21 みたいに横に伸ばしの方が格好良かったかも。今年2024年は学年で偶数年に開催されているファンボロー国際航空ショーの実施年に該当し、7月22日から26日までの延べ5日間にわたって、今回を含めて第45回目となる同航空ショーが盛況の中で執り行われた。ファンボロー国際航空ショーは、イギリスの本土、イングランド地方の南部に位置するハンプシャー州のファンボロー空港で実施されたが、これはフランスの首都パリで開催されるパリ航空ショーと並び称される世界的な催しだ。世界各地で開催される国際航空ショーは数あれど、ファンボロー国際航空ショーとパリ国際航空ショーが、特に世界で耳目を集めているのは、両者が航空機製造の末端にまで及ぶサプライチェーンまでも包括した内容であるためとも言われている。航空機の製造とは、それこそ、おびただしい数の関連企業が参画して行われる一大事業であるが、ファンボロー国際航空ショーとパリ国際航空ショーは、どちらも関連する末端の企業までを含め展示等に参加する点が特徴と見さされている。今年2024年のファンボロー国際航空ショーは、主催者側のアナウンスによれば、総額で日本円にしておよそ16兆円に上る取引がまとまり、かつ民生用の航空機に関しては実におよそ260機に及ぶ正式な発注契約が行われたとされている。このように盛況を見せた今回のファンボロー国際航空ショーにおいて、軍事部門の内容として一躍注目を集めたものが、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同開発を推進している GCAP、グローバル戦闘航空プログラムに関する展示だった。それは、今回のファンボロー国際航空ショーにおいて、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで開発予定である有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型が展示されたためであり、初日にあたる22日に世界に向けて公開された。この GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで開発予定である
有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型に加え、イギリスで同プログラムを主導する BAE システムズ社は、同機の新たなイメージ図も、同時に公開を行った。そこで展示された GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで開発予定である、有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や新たなイメージ図によれば、同機の主翼は、これまでのラムダ型から、デルタ型へと、形状が大きく変更されている。これにより、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機は、従来よりも、主翼の総面積自体が大きくなったといえ、その大型化によって搭載する燃料が増加し、したがって航続距離が延伸されたと考えられる。また、同時に、このデルタ型の主翼への変更によって、兵装の搭載量も増加していることが予期され、空対空、空対艦、空対地のそれぞれの用途への対応力の向上を基としたものであるとの見方も一部から指摘されている。日本では、ことに、この GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機は、現在の航空自衛隊での戦闘機の中で、対艦攻撃任務を主とする F2 戦闘機の代替機を目指すものであるため、搭載可能な空対艦兵装の量には、大きな期待が寄せられている。反面、今回の BAE システムズ社による GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで、開発予定の有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や、新たなイメージ図で示された主翼のデルタ型への変更は、ステル性能の観点からは、疑問視する声も上がっている。これまでの主翼のラムダ型から面積自体が大きくなったデルタ型へ変更されるとなれば、必然的に、主翼のレーダー反射弾面積も従来よりも大きくなってしまい、肝心のステルス性能は低下してしまう可能性がないかとの懸念だ。これについては、そもそも GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで、開発予定の有人戦闘機が、どの程度の数値のレーダー反射弾面積を想定しているのか、その数値目標そのものが、未知数で、現時点では何とも言い難いようにも思える。通常の航空機開発においては、要求される性能と採用される機関部の能力に応じて、機体自体の大きさや形状を確定させていくのが常であり、それは、設計段階の、最も初歩的な工程であるため、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで、開発予定の有人戦闘機も、いよいよ、本格的な開発に踏み出したとも言えそうだ。今回のファンボロー国際航空ショーでは、BAE システムズ社によって、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで、開発予定の有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や、新たなイメージ図が示されると同時に、開発側の記者会見も行われた。その席には、各国で開発を主管する、イギリスからは、もちろん、BAE システムズ社、日本からは三菱重工業社、イタリアからは、レオナルド社の担当者が顔を揃え、現時点での GCAP、グローバル戦闘航空プログラムについてのコメントが発された。そこには、具体的には、イギリスの BAE システムズ社からハーマン・クレーセン氏、イタリアのレオナルド社からグレールモ・マビリア氏、日本の三菱重工社からは白石仁氏が出席し、共同での会見に臨んだ形である。ここで、イギリスの BAE システムズ社のハーマン・クレーセン氏は、共同開発国である日本やイタリアとの関係について、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムに対し非常に補完的で、各国が持てる技術を出し合い、長期的な投資を行っており、そこで解決策を構築しつつ、形にしたいと述べている。GCAP、グローバル戦闘航空プログラムは、大まかには、2021年から来年2025年までにかけて、仕様の詳細を決めて評価を行い、2025年から2035年に、実際の設計と開発を進め、2035年から実戦配備を開始し、その後も、継続的なアップデート開発を行うものとされている。BAE システムズ社のハーマン・クレーセン氏は、今回の記者会見において、こうしたスケジュール感を鑑みつつ、来年の2025年が、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムを推進する上で、節目となると強調、実質的に、同プロジェクトの設計が本格的に開始される年になると述べた。日本では、
現行で対艦攻撃を主任務とする航空自衛隊の F2 戦闘機が2035年からの退役が決まっているため、その代替を担う GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機、次期戦闘機と総称されているこの機体の同年からの実戦配備がマストになっている。一方のイギリスとイタリアも現行のユーロファイタータイフーンを代替する機体として GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機を予定しており、日本と同様に2035年には実戦配備を行いたい構えである。日本においては今回のファンボロー国際航空ショーが開催される直前の7月10日、次期戦闘機開発を主管する三菱重工業者と一般社団法人日本航空宇宙工業会が日本航空機産業振興を共同出資にて創設し、同期のサプライチェーンの構築を進める動きを加速させている。ただし、イギリスでは7月4日に実施された総選挙によって、現在の保守党のスクナ政権が大敗を喫し、代わって最大野党であった労働党が単独で過半数を得る勝利を収めたため、スマーター新政権が実に14年ぶりの政権交代で誕生する運びとなった。ここから労働党のスマーター新政権は、これまでの保守党が推進してきた安全保障関連の取り組みを見直す意向を示しており、GCAP グローバル戦闘航空プログラムについてもその対象であるとマスメディアでは報じられている。これまでの保守党がロシア・ウクライナ戦争の影響で軍事費の予算拡張路線に踏み出したことは認めつつも、労働党のスマーター新政権はその使途について来年2025年前半を目途に再考を行った上で方針を打ち出すとされている。一部のイギリスの軍事専門家や指揮者の間からも現時点から10年以上先の2035年実戦配備予定の GCAP グローバル戦闘航空プログラムに注力するよりもロシアとの対峙を考慮した場合、既存の戦力の増強に努めることが先決との見方も出てきている。こうしたイギリス内での意見の勃興を受けて、一部では GCAP グローバル戦闘航空プログラムからイギリスが離脱する可能性を説く声も聞こえているが、個人的にはいくら何でもそこまで急激に方針を変えることはないのではないかと感じている。中国が例によって領海侵犯を繰り返す現在の尖閣諸島に何が起きているのか、いつもよりさらに深掘りしてみていきたいと思います。もし石原慎太郎元東京都知事が尖閣諸島を購入していたら、今日の状況は違っていたかもしれません。民主党政権時代の判断ミスが中国の影響を直接受け入れる形となり、問題が複雑化しました。尖閣諸島での中国船の拿捕瞬間を公開した海上保安庁の職員の勇敢な行動も決して忘れてはならない重要な出来事です。沖縄県知事の選挙を控え、変化が。2024年7月2日から4日にかけて、最大約42時間にわたって、沖縄県尖閣諸島周辺の日本の領海内に、3隻の中国海警局の船舶が侵入しました。海上保安庁からは、今年に入って、通算24度目の領海侵犯と発表されました。今回のケースは、尖閣諸島周辺の日本領海内において、
出漁していた日本の民間漁船2隻を追いかけて、中国海警備局の船舶3隻が漁を妨害する目的で領海侵犯を行ったと推理されています。こうした行いが常態化しているのです。中国海警備局の最近のこうした尖閣諸島周辺海域での行動は、4隻1セットで活動していることが多かったため、今回1隻少ない3隻で領海侵犯したというのは、どんな理由があるのかも気になるところです。こうした尖閣諸島周辺の日本領海に、中国海警備局の船舶が侵入を行ったのは、直近では2024年6月24日以来とされており、今年は、すでに、通算で24度目になっていて、月平均4回、同様の事態を起こしている計算になります。沖縄県の尖閣諸島の周辺海域が管轄エリアである海上保安庁の部署は、沖縄本島に本部がある第11管区海上保安本部ですが、同本部では、引き続き、こうした事態の警戒と監視を続けると表明しています。ここ近年、海上保安庁の活動は、日本国内の大手マスメディアでも、こういった尖閣諸島周海域での中国船舶との対峙のニュースが取り上げられることが多くなりました。海保が日本の領土防衛の最前線にいるという感じを受ける人も多いようです。そういった海上保安庁を歴史の上から生い立ちを紐解いてみます。創設されたのは太平洋戦争敗戦から3年後の1948年、昭和23年に遡ります。アメリカでは軍隊の一種であるアメリカ合衆国沿岸警備隊 US コーストガードを参考にして設置されました。現在、海上保安庁は、英語での名称は、ジャパンコーストガード、日本国沿岸警備隊と定着していますが、以前からというわけではなく、2000年まで同組織を管轄していた当時の運輸省が変更して以後からとなります。それまでの海上保安庁の英語名称は、ジャパンマリタイムセーフティーボードあるいはジャパンマリタイムセーフティーエージェンシーとされていて、これが、ジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊に改められたものです。英語名称改定の理由は、広く国民に海上保安庁の行う業務を分かりやすく理解してもらうことが目的で、同組織のロゴやマークを含めて変更したとためと説明されているようです。世界的標準に合わせたと言うべきでしょうか。さらに、2001年には海上保安庁管轄が、運輸省から国土交通省へと変更されたこともあり、以後、同組織の船舶等には、すべて、ジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊の表記が施されるようになりました。日本における海上保安庁のあり方は、法治国家の原則に鑑みて、海上保安庁法によって規定されています。その第一条において、活動領域は、自国の領海、接続水域、排他的経済水域、及び、日本とアメリカの SAR 協定に基づいた捜索救助区域と考えられています。しかし現在は、実際の海上保安庁法第1条では、海上保安庁の活動範囲は、海上という非常にアバウトな文言が記述されているのみです。日本を取り巻く沿岸部のみに限定せず、必要に応じて世界中で活動することが想定されていると言えましょう。ただし、海上保安庁が1948年に設立された際、県の第1条は、活動範囲を、港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域と記述とされていたものですが、以後の情勢変化から、現在の表記に改定されたと経緯がありました。一例としては、大型巡視船として、1992年、平成4年に就役した際には、世界で最大規模を誇った直島に課せられた任務とも関わっていて、当時の日本の原子力発電施策を円滑に進める意図がありました。当時、日本は、自国内の原子力発電所で発生した使用済み核燃料を、イギリス及びフランスが運営する再処理工場に送り、そこで、プルトニウムと放射性廃棄物に分離し、保管する体制をとっていました。この状況から見ると、日本では、原発の稼働継続イコールプルトニウムと放射性廃棄物の増加という状態でした。なので、プルトニウムを、再度燃料として使用するプルサーマル方式の発電を行うことにしたのです。そのため、日本へプルトニウムを輸送する必要が生じたわけです。ということは、
核兵器の材料となり得るプルトニウムを外敵から守る手段を講じる必要が生じました。まず、イギリスからのプルトニウムの輸送のため、同国の貨物船に武装要員を同乗させました。続くフランスからのプルトニウムの輸送には、日本のハレシン丸が従事しましたが、この艦船には、64式小銃を装備した海上保安官が同乗した上に、さらに、フランスやアメリカの海軍艦艇が護衛任務につけられたのです。2011年、平成23年3月11日の大災害による原発事故を目の当たりにすると、そこまでして原発が必要なのかとも思いますけどね。こうした流れから、以後は、日本独自でプルトニウム輸送を護衛する船舶を用意することが検討され、海上保安庁がその任に当たることになりました。ヨーロッパから日本までおよそ2万海里もありますが、保安上の理由から、無寄港で航行可能な船舶が求められたのです。そこで、目的離港のために建造されたのが大型巡視船の四季島でした。総トン数7175トン。全長 150.0m、全幅 16.5m、深さ 9.0m のサイズで、収益時には世界最大の巡視船でした。四季島は、機関部には4機のディーゼルエンジンを搭載し、最大速力25ノット、航続距離18ノット、巡航で必要な2万海里を確保し、乗組員は110名と航空要員を別に30名を収容、回転翼機2機も運用できました。兵装としては、90口径 35mm の連装機銃を2機、20mm バルカン砲2機を搭載、海上保安庁の巡視船としては、2024年の現在でも、最も重武装な巡視船であると、言えるクラスのものだそうです。こうして建造された巡視船四季島は、収益年の1992年11月、計画通りに、フランスからプルトニウムを輸送した暁丸の護衛任務に従事しましたが、それ以後はプルトニウム輸送が中止されたので、通常の巡視船として運用されることになりました。この初代巡視船四季島は、2024年4月には老朽化のため退役しています。当初は、改修工事をして収益年数を伸ばすことも検討されたのですが、32年に及ぶ収益期間を終えました。こうした海上保安庁の巡視船が対峙しているのが中国海警局ですが、同組織は2018年に組織再編を経て、準軍事組織である武装警察管轄下に入ったため、事実上、中国の第二海軍というべき位置づけに変化しました。2012年、日本政府が尖閣諸島を国有化した時点では、保有船舶の総数は、海上保安庁がおよそ50隻、中国海警備局がおよそ40隻で日本側がリードしていましたが、今や完全に逆転されてしまいました。2024年時点では、海上保安庁保有の船舶総数は約70隻ですが、中国海警備局船舶の総数は、実に160隻に迫るくらいに増強されていて、この12年間で4倍になったと見られています。ただし、日本にとって幸いなのは、中国は、尖閣諸島を含む東シナ海だけでなく、南シナ海でも、複数の周辺国と圧力を強めているので、中国海警局の全船舶が日本に向けられたものではないという点でしょう。いずれにせよ、中国が海警局の船舶数をはじめとして体制強化を進めているので、日本側も、海上保安庁の船舶数を増さざるを得ません。人員をはじめ、多くのリソース拡充に予算増を強いられる状況に陥っているというのが政府の見方です。